続いてのバトルですが、ひとときの間とはいえ、ライバル鈴木さんが、はい、ルフィ・サムエイジという夢の、そうですね、三兄弟、三兄弟、カナマル、主人公側、主人公側、はい、で小西ロメは黒ひげ、クマ、ハンコックという、まあ、渋谷経験者チームというところですね。クマ使うんで、ちょっと負けれない。頼むよ、側から先輩が頼むよ、クマしっかり使いこなします。ちょっと練習したんで大丈夫です。はい、負けられませんよ、この三兄弟使って。では、行きます。おっと、おお、いい夢だよ。おっと、グラグラの、そうですね、恨みはエースでハラスで、おお、そうですね、この時遠くから吸い込んじゃう技が結構多いので、はい、それをこううまく使うと非常に強いと。あと能力を無効化できるので、そうですね、ああいう攻撃はこう避けないといけないところですね。なんで、そうです、そうです、こういう、はい、本当は遠くにいるはずなのに、はい、こう吸い込んじゃうっていう、そう、非常にいやらしい、いやらしいわ、こいつ。韓国、今度韓国ですね。韓国はもう蹴り技での動きが非常に強いですね。でサボはもう、そうですね、ロビアカードをうまく使ってこう相手の攻撃を透かしてから攻撃を受けます。竜の鍵爪、竜の鍵爪からそのまま飛剣が空中に浮いてます。そういう技から技につながることもあります。そうですね、今ガードうまかったですね。今範囲攻撃を入れようとところをガードをこう崩す。終わらねえよ。試合になってます。なのでガードが相手使ってくるだろうなと思ったらガードクラッシュを入れると相手をキーンと崩します。クマですね、クマ。クマ頼むよ。またボコボコにしてやる。クマ。クマ逆にボコボコにされるってのもあるじゃないですか。ちょっとクマ。頼むよクマ。普段どれだけ先輩にいじめられてるのか。おっと。クマ。おっとっとっと、いいぞライバル鈴木、いいぞ。ちょっとちゃんとクマの強いところ見せて、クマの強いところ。さっきからガンガンやられてる。ちゃんとガードして、ガードステップもうまく、今のステップのタイム、おっと、まだこうトライバー、トライブクラッシュ、トライブなんでクラッシュされたんですか。ラーニングゲージ、あの左下のゲージですね、はい、ゲージが溜まってる時にトライブアシストできるんですけど、はい、やられた方もゲージが溜まってたらその、アシストをクラッシュできるんですね。なのでそのゲージがどれぐらいあるのか相手にというところをちゃんとこう把握しておくのも結構詳細が出ていいんだと思うんですよね。あ、ロッキーやべ、おっと、あれこれ、クマだ、クマだけだ、エースエースエース、おー、入った、これがクマに東大の絆だ。なので、まあ、今回攻守の入れ替えが非常に激しいゲームで、はい、まあ、そういったところで自分の攻撃の、まあ、ターンというか、それを崩されないようにやっていくのがいいですね。肝というか、あ、今のうまいですね、交代からの攻撃。ルフィ結構ね、はい、ここです、これが本当だ、おー、待て待て、それどころじゃねえか。まあ今回はまあ、ダメージ表現というところで、まあ、ルフィもそうですし、白ひげもそうなんですけど、どん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 ダメージが減っていくと、本当にそれどころじゃない、ちょっとやばいし、服が破れて、クマ一体で、クマ一体で、全然クマなんだし、はっきり黒ひげないですよ。だって、オブラー、オブラー、オブラー、今ね、青いゲージがね、紫色になってる、あの間能力が使えないですよね。そうですね、黒ひげは技を当てると能力を封じてしまうっていう強い能力です。今このブラックホール、これよし、あ、クマ、お、クマ、いけ、クマハットホール、ハットホール、ライバル鈴木、ライバル鈴木、頑張れ、ライバル鈴木、ライバル鈴木、ハットホール、ライバル鈴木いいぞ、ライバル鈴木、ライバル鈴木いいぞ、ライバル鈴木いいぞ、クマ、クマ、やばい、やばい、一回こう乗せられると
よし、こうだね。あれあれあれいやまあルフィがね、なかなか接近戦はすごい強いんですよね。範囲攻撃が非常に強いですね。で ガトリングとかもね、結構したいと思ったんですけど、攻撃が増えたりするんで。あ、クマン、クマン、ドライブクラッシュ、クマのクラッシュされるな。ドライブクラッシュ、ルフィが、これでルフィがね、パッドホー、パッドホーそれ言いたいだけじゃないですか。パッドホーはドレーザーエースだ。クマ、クマやっつけてください、ライバルするケイ。やっつけてください。よほどね、あの会社で嫌な目にやってるからってのよくわかる、この先輩後輩関係は。でも、クマはね、抜き込みでね、あの相手ぶ、相手ね、入れ替えたりすることもできるんですよね。パッドホーそれなんか言いたいだけ。やだなぁ。パッドホーあーやばい。ドリアが、よし、やばい。あーやばい。ランバルするってやっぱ上手いですね。そうですね、乗り込みが早いですね。あーでもこれガードクラッシュね。あ、いいステップ、いいステップ。おおおお、ライバル鈴木はもう吸収してます。恐るべき成長スピードです。よいしょ、よいしょ。おおあーやばい、痛い痛い痛い。あーやばい、あーこうね、避け際を狙ってガードクラッシュっていうのを避けられますよと。能力解放しながら危険とかですよね。はい、その危険のね、あの範囲とかも強くなってるんですよ。ちょっとキャラ変わったおばちゃんみたいな。初めてちょっとキャラが下がってね。産業のおばちゃんがなんかあんたねこれねみたいな感じになりましたね今。クマいいとかやっぱ使ってきますね。パッドフォー。それ言いたいだけです。パッドフォー、パッドフォー、うまくこう距離を取りながら張ってくる。クマの旅行に行く肉肉のみたいな。使えないけど当て際がすごい難しい。あーあー、これかなりいい勝負。いい勝負。あ、いいガードクラッシュ。やばいやばい。捕まえた。捕まえた。いいぜ、グラグラネット。おお、二つ使えますよ。あ。なんかそういうクマがジャストガードとか出してくれないですか。やばい、やばい、やばい、ライバル鈴木、クマと、クマと、クマとサボ、クマとサボ、あったー、やったー、あれクマが、クマが燃えてしまいました。あれ、プロデューサー2連